リムバッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベルクシュトラセン軍に属す、マチソン。この町は、ハイデルベルクの北約 30km、マンハイムの北東約 35km の、オーデンバルト内に位置する。連邦道 B38 号線沿いに位置し、ベシュニッツ川が町内を流れる。リムバッハは、北はフュルト、東は、グラーゼレンバッハ、南東は、バルミヒエル、南は、 メルレンバッハ、西はヘッペンハイムと境を接する。リムバッハはアルベルスバッハ、ラウテンベェシュニッツ、ミットレヒテルン、ミュンチュバッハ、ウンターメンゲルバッハ、ソッツェンバッハの各地区からなる。ベルクシュトラーセ群に属する大変に温暖な気候で、ドイツにしては非常に早い時期にアーモンドの花が咲くことが多い。795年に、 初めて文献上に記録されたリムバッハは1995年に創設1200年祭を祝った。リムバッハの長議会は31議席からなる。長長は6年ごとに直接選挙で選出される。第二次世界大戦後、リムバッハの長長はスピードが占めていたが2012年の選挙ではホルガー・シュミットが69.1%の票を獲得した。 彼は8月1日から町長職に着いた。リムバッハはバインハイムからフィルトに至るベシュニッツタール鉄道沿いに位置する。メルレンバッハでバルミヒエルへのユーバーバルト鉄道がこの鉄道から分岐する。また連邦道 B38 号線がリムバッハを通っている。1999年にザウコプフトンネルが完成したことで、 ビルケナウバイパス B38A 号線が開通し、バインハイム、ヒーテはアウトバーン網への接続が改善された。しかし、メルレンバッハへは、アイロがあるだけで、このバイパスについては現在検討中である。マルティン・ルッター・シューレ、ありがとうございます。